こんばんは。真帆、これ本物？なんかアバター何これ？茶色い。本物？こんばんは。話そう。あ、クレナさんのアバターなんか見たことある。すごい珍しいじゃん。通知で来てくれたの。こんばんは。今日可愛い、ありがとうございます。全然可愛くはないけど、バックダンサー終わりです。ありがとうございました。イエイ。フォローしてるか。私も真帆のしてる。全然通知来ないけど。さっきバナナ食べちゃった。てか今さっき食べた。5分前ぐらいにバナナ食べて。そう、前髪ちょっと確かに短くなった。どんどん見に来てね。うん、見に行く。今日さ、法公園の楽屋にも真帆のメロンがあった。真帆のメロン美味しかった。おやすみ、おやすみ。本当にバナナ果物だからいいの？透明感やばくないよ。ちょっと待って、ピンがなんかすごいことになってる。生誕、ゆずちゃんの生誕行きたい。え、多分あと半年後ぐらいだけど、ぜひぜひ当ててください。あるかわからない、その前に生誕があってほしいな。あ、りょうけんさん、くまさんありがとうございます。くまさんありがとうございます。嬉しいな。あ、ゆいちゃんめっちゃ久しぶり。すごい発狂してる。こんばんは。かわいい。みかちゃんありがとう。ゆまるんちゃん、ゆずかちゃん、お客様生誕祭パチャドラだから当てたい。当てて当てて。6月生まれ。7月、おめでとう。おがちゃんもくまさんありがとうございます。くまさんありがとうございます。そう、メイク濃くなった。メイクどうだろう、わかんないな。あ、でもね、ファンデーション買いました。スマホリングもうすぐ発売。お、なんかサンプルみたいなのもいただいたんですよ。私すごいね、可愛いくね作っていただいて、なんか私は絵下手だからちょっとゆるい感じの猫ちゃん描いたんですけど、すごくよく作ってもらったので、ぜひね、ゆずこえの皆さんにゲットしてお揃いにできたらなって思うので、みんな発売されたらゲットしてください。お願いします。おととい劇場行った。お、おととい、ありがとう。あ、お花、コンポタさんいつもお花くれる、ありがとう。キビッピもてるてるとかありがとう。あ、明日？明日なんだ。明日だって発売。あ、テルミン、クマさんありがとう。クマさんありがとうございます。嬉しい。こんばんよしよし、こんばんよしよし。今日久しぶりじゃん見れた。サトルさん久しぶりでした。そう、今日はユイリさん生誕ということで、バックダンサーとして出演できてすごく嬉しかったです。そう、バックダンサーのメンツもいつもと少し違くて、ジューロッキーさんだったりチーム4の研究生全員出演させていただいたり、そう嬉しかったです。さっきさ、ポコニャン、ポコニャンって言っちゃった。めいめい抱っこしたからさ、口にさめっちゃ毛がついててさ、猫の毛が。そう、めいめいのことさポコニャンって呼んでて、でこれはずっと秘密にするつもりだったんだけど出ちゃった。口から出ちゃった。真帆は知ってるんだけど、ポコニャンって呼んでるの。かわいいな、ありがとう。あかねちゃん、お、カエルありがとう。カエルぴょこぴょこ、ぴぽこぽこ。
台湾の夜嵐さんもありがとう、リコさんもありがとう。ちょっとなぜにポコニャン可愛いですよ。ポコニャン、そうずっとねポコニャンって呼んでたけど、なんかちゃんと、まあ、正式名称はメイメイ、メイだから、なんかみんなの前ではメイメイって言わないとなって気をつけてたのに、ちょっと出てしまった。あ、ゆずしゅう配信で言ってた、本当に言ってたんだ。初見です、こんばんは。お、な、ナミフィーさんありがとうございます。よかったらフォローお願いします。その名前でいい、本当に。いやでもさすがになんか劇場公演とかの MC で話すときはめいめいって言うんだけど、なんか最初名前つけるときに麦ちゃんかあのポコタが良かったの。でもまあ女の子だしって感じでメインになったの。でもなんかそれがどんどん変化してってポコニャンになった。ちょい待ち、ハートありがとう、可愛いもありがとうございます。そう完全にね却下されたポコタは家族に。あ、顔面ケーキ屋さんこんばんは。里友さんもこんばんは。めいめいは混乱しないね。めいめいあんまりなんか呼びかけにも応じないし、どっちにしろ。まえちゃんこんばんは。そうなの、ポコニャンってアニメがあるんだ、めっちゃ見たい。2日目で最近気になってます。そうくんありがとうございます、嬉しい。なんかお見送りとかでも最近気になってるって言ってくれる方が高校園とかでもいてすごく嬉しいです。ぜひぜひもっと好きになってください。8月は握手会もあるので皆さん待ってますよ。すごいあれがおかしかった、イントネーション。髪の毛サラサラじゃないの。いや最近本当にね髪の毛についてすごい悩んでて、なんか朝風呂入るんだけど、毎日朝風呂入って乾かしてストレートアイロンやると、なんかストレートアイロンやっても外出てしばらく歩いてたらなんかストレートアイロンがやった意味がないぐらいボサボサになっちゃって、しかも雨じゃなくてもなんか湿気ですかみたいな感じになっちゃうから。でもこうやってねなんかメイクさんにストレートにしてもらうとすごいサラサラになるんですよ。今はすごいいい感じなんだけど、自分でやるとなんかボサボサになっちゃって、それが最近のすごい悩みです。そう流さないトリートメントとかも結構めっちゃつけるんですよ。めっちゃつけてもなんかガサガサで絡んだり広がったりするから、それが本当に嫌ですね。だからストッパーかけようか迷ってるけど、でもちょっと高いなっていうのもあって、お見送り前にクララとずっと生誕グッズについて語り合ってたよね。あ、語ってた。そういえばあのクララと隣で、そうなんかタンバリンがゆいりさんの生誕祭のグッズってか多分ファンの方が作ってくれたやつでタンバリンがあって、それで僕らの風練習できるねっていう話をしてました。そうもらえたら今日も可愛いです、ありがとうございます。湿度が高いんだ。でも今日雨降ってなくない？多分
私クマやってない、なんかやったことなくて、でもしてみたい、ちょっと今の時期は。僕カラー入れようとしたけど時間なくて断念しました。でもなんか夏はね、染めてもいい感じじゃない。ゆずちゃんに会いたい、会いましょう。ぜひパジャマのライブ声も 28? まだ出るか分かんないから言えないけど、もし出たら見に来てください。パジャドラ当たらない、え、悲しい、当ててパジャマ公演の時にジャンプ一番飛んでた気がする。え、私ですか、何のジャンプ。メイク良さげ、今日はパッツンなんですよ。7月123と連続パジャドラの1日にお客様セットアメリだから23申し込みを当たることを祈ってます。そう、楽しみですね。7月もたくさんパジャドラがあってこんばんは、こうきさん。会いたすぎて毎晩泣いてる。本当にそんなに会いたくて震えてる。待って、よし、ピンが取れた。こんばんは、バックダンサー、お疲れさん、公演デビュー1周年おめでとう。お、ありがとうございます。翼欲しいさん、そう、もうすぐで1周年です。20何日かに1周年ですねうん、今回ゆずセーター入ってからパジャドラ1回も当たってない。え、今年1月14日ですよね。めっちゃ前や、半年ぐらい前じゃない。じゃあぜひ当ててください。ピンクしてできない。夏休みどこ行くの。夏休み、なんか私はもう学生じゃないから夏休みとかそういう区切りはないんですけど、まあ海とか行きたいな。去年は行けなかったから。クランさんも好きです。お、カッポーさん、すごいお久しぶりです今日よかった。お、ありがとうございます、嬉しい。今日はあのバックダンサーゆいりさんの生誕祭ということで、みんな6人で合わせてユーリングポーズをしました。1回目のポーズ撮るところでしたんですよ。みんな気づきましたかそこがちょうど抜かれててびっくりした、後で見たら。こんばんは、一郎さん。お、ハートありがとうございます、しんちゃん。7月15日サマステに AKB 出演決まったね。ゆずかが出るの楽しい。え、出たいです。サマステ、みーくんこんばんは。ヤマケンさんこんばんは。そうそうそう、あ、てるてる坊主ありがとうございます。ひろきさん、くまくまちゃんも、くまさんありがとう、くまさんありがとうございます。そうですね、手をつなげながら公演の本編にもね、結構出てから間が空いてるので、また出れるように頑張りますスクショした。お、エリンゴこんばんは。後ろでも頑張ってる姿ちゃんと見てますよ、みんな。ではまた。お、嬉しいですね、ありがとうございます、カッポーさん。そう、バックダンサー
ゆりさんの生誕祭を少しでも盛り上げられたらなと思って踊りました。ダンスは下手なんですけど。またね、バイバイ。バイバイ。なかなかさん、アンタギーさん、クマさんありがとうございます。クマさんありがとうございます。嬉しい。たまたま来たら誕生日一緒だった感動。お、みのりちゃん12月29一緒。サマステとティーフは行くよ。お、出たい。なんか夏のさ外のイベントって超楽しそう。2019で富士横を超えるイベント存在しない説。イベントっていうか、まあ私の中でかなりすごいトップ3に入りますね。楽しかったやつ。いやでも一番楽しかったかも。確かに富士横は本当に楽しかったです。すごいファンの方がたくさん来てくれて励みになりました。励みっていうかすごく楽しい、心の底から楽しかったです。富士横だからボリューム2がもうすぐあるじゃないですか。私は出ないんですけど、ボリューム3、ボリューム4とまたね続いて、自分もまたいつか出れたらいいなって思います。うん、久しぶり。こんばんは。こんばんは、初見です。風魔さんありがとうございます。すごいアバターが悪魔だ、かわいいね。神手一択で、確かに神手にすごい集結してた私のファンの方が。最近マホ好き。最近マホ好きってコメントが来た。さっきマホいたよ、そういえばコメントに。最近はマホと会えてない。マホからもらったメロンが美味しかった。20歳で同学年で、お、大学生かな。勉強頑張ってね。富士横イベントからゆずかちゃんのファンになった。え、割と最近。ありがとうございます、すごい嬉しいです。おとといの声ありがとね。こちらこそありがとうございます。夏なんかイベント出てくれて嬉しいやつちゃん、頑張る。出れるようにみんなに会いたいし。チワです。コアラさんこんばんは。マホと深夜2はしたら、してない。いやマホもさ新公演の初日があるから多分忙しいと思うんだよね今の時期は。今日はお立ち台でした。お、お立ち台ってさ狭いよね。しゅんさんカエルありがとうございます。カエル、スマホリングのデザインかわいい。ありがとう。そう、スマホリングのデザイン意外とかわいくできた。みんなつけてね、スマホリング。大学2年で普段は関西で NMB 行ってるけど、いつか会いに行きたいです。お、じゃあぜひぜひ秋葉に来たら AKB 劇場パジャマドライブ公演とか見に来てください。
一番好きな顔です。本当に？おやすみってメール来なかった？あ、送った送った。でも時間あったから配信した。ツアー出れそう？わかん、本当にわかんない。それは何も話は来てないです、今のところ。でも出たいです。こんばんは、ぶっこんさん。オカリナアバターかな。10年ぶりのシアターで優勝した。10年ぶり。ゾウさん、こちらこそ。じゃあまた見に来てください、公演。久しぶりに来た。こんばんは、ダイロンさん。ハートありがとう。スマホリング、イズマホクラル欲しいので指が3本くて。ウケる。3本つける気なの。カエルありがとう。トヨタさん、こんばんは。あ、確かに、そっか、携帯立てられるっていうあれもあるんですね。いろんな使い方ができるんだね。スマホリングってデザイン見て買えんの？デザイン見て買えるよ。なんか猫のやつでもね、可愛い。普通にね、あの男の人も使える。全然デザインゆるキャラな感じ。ポコニャン描いた。今日からメールいただいてます。お、ありがとうございます。今日はカラオケしない。イヤホンをこの場所に持ってきてないんで。ヒロさん、こんばんは。久々にお手紙書くね。ありがとうございます。楽しみに待ってますね。お手紙受け取ったメール嬉しかったよ。私の手紙、いや、さくらちゃんの読んだよ。かわいい。マジなんかシールとかさ、すごいこだわってくれててかわいい。しかも字が綺麗。福岡でゆずすこって食べ物あった。何それ、超気になる。ゆずすこ、どどすこみたいなんか。あなたの番ですは特別編みたいね。なんかみんな見てるんですよ、すごい。みんなね、パジャドラの楽屋とかで、ね、なぜなとかと話すんだけど、ちょっとね、やっぱそれぞれ考察ありますよね。でもまあ今週は特別編じゃないですか。だから推理する場面はないのかなって思ってます。わかんない。でもそのマンションに来る前のことじゃないですか、多分。だからゆったり見れそう、考えずに。ポンデリング、ポンデリング美味しいよね。そう、あれポコニャンなの。お久しぶりです、トミヤさん。お久しぶりです。全然そんなこと。朝4時半起きだからもう寝なきゃ。おやすみ、おやすみなさい。サトルさん、早いね。4時半はちょっときつい。全然寝れない。イヤホン踏みつぶしてしまいました。悲しいね。切れてないといいね、配線。うん、リングの柄に AKB48 って入ってるのが48クオリティやな。どういうこと？リングに AKB48 って入ってるの？今日の衣装すごく似合ってたね。あ、バックダンサーのですか？すごい言ってくれた方がいた、お見送りの時に。衣装似合ってたよって。
あ、お花ありがとうございます。大学合格したライブ行きたいな。お、ぜひぜひ。劇場公演ですか。頑張ってね、受験ファイト。最近朝方と聞いて、あ、私最近朝方なのかな。でも今日は10時です、起きたの10時。なんか夜公演だけの日は普通に10時とか9時10時11時に起きます。こんばんは、トモさん、目が魅力的ですね、ありがとうございます。朝4時半起き慣れますよ。すごいね、なんか習慣化してる人は本当にすごいなって。この間の MC でオカリナがさ、朝ウォーキングだかランニングだかしてるって言ってて、それもすごいなって思った。なんかしたくてもさ起きれなかったりするからさ、現実は。ゆきねちゃんこんばんは。それは私です。お、ありがとうございます。すごい衣装似合ってるって言われて嬉しかったです。ゆずぽんが福岡ツアーに来る可能性何パーセント？え、マジでわからない。福岡わからない。まあ適当に 3%。 前髪揃えた、切ったというか。久しぶりにウィンブルドン見たいな。ウィンブルドンやりたいです。わかる。次の日がさ休みとか何もなかったりするとさ、なんか特にやることもないけど深夜まで起きてるっていうのがあるあるですね。最近は Hulu であなたの番ですを一から見直したりしてます。こんばんは。ドラさんでウィンブルドンやってほしい。ドラさんでウィンブルドンやりたい。セラタン、クララとか一緒にやりたいですね。うん、そろそろ、あ、まだ52分だ。55分になったらランキング読みます。そう、あなたの番です、めっちゃ面白い。あ、ちなみに考察動画も見てるんですよ、 YouTube に上げて。六六首さんっていう名前だったと思うんですけど、すごいすごいなって思う。なんか考察動画見て、あ、全然気づかなかったっていう点が多くて、うん、それも楽しみ。ゆずかとクララ似て見えるときある。あー、それ最近よく言われます。なんか今日面白いことがあって、お見送りの時にめっちゃ、まあ結構詰まってたんですよ今日は。いや、なんかめっちゃ2人の顔をこうやってめっちゃ見てくると思って、えって言ったらすごい2人そっくりだねって言われて、そう、2人で大笑いした。そんな似てるって言って、見分けつかなかったみたい。二人並んでたからさ、今日のお見送り。明日も仕事なので配信終わったらすぐ寝ます。お、おやすみ。良い良い眠りを。ね、最後衝撃的、なんか悲しい、悲しかった本当に。まさかの展開ですね。うん、主役じゃないですか。だって双子説。
なたの番です。全話一気見した。それはなんかいいね。すごい。いい幸せだなって思う。だってさ、あなたの番です。普通に1話見たらさ、もう1週間が待ち遠しくてしょうがなかったの。だから全部一気に見れるのは幸せだと思う。早がたかるってね。だから結構多分なんか思ったのは、まあ普通に月日は経ってるじゃないですか。ハエがたかるってことは 2,3 日ぐらい経ってて、でも翔太くんが近づいた時に腐敗臭とかがなんでしなかったんだろうと思って。そんなハエがたかるぐらいなら腐ってると思うんですよ。でそれを真帆に言ったら、なんか山際じゃないや、藤井さん、あの医師の藤井さんとかがその薬品で匂わないようにしたんじゃないかみたいなのも言ってたけど、まあ、多分それはないなと私は思っててそうね。でもさ、その死体が笑ってたってことはさ、赤池夫妻とあとなんだっけ、おじいちゃんの名前忘れちゃったと同一犯だなって、まあこれは皆さんわかると思うんですけど同一犯なんだろうなって思います。そう、ゆずかの番ですね。え、本当に面白いので、ぜひまだ見てない方はあなたの番です見てください。しかもさ、看護師さんと連絡取り合ってたみたいやん。誰かがなりすましね、思った。え、小野ちゃんかなって思ったけど、その小野ちゃんかなっていうのは普通すぎるのかなと思って、なんか普通に考えたらまあ小野ちゃんかその黒島ちゃんじゃないですか。だからそれは普通の考えすぎるのかなと思ったり。でも看護師さんもなんか怪しい感じがするんですよね、話し方の感じから。じゃあランキング読みます。13位コンピさん、12位台湾の夜嵐、ゆずか久しぶりって書いてある、元気元気です、ありがとう。11位しゅんさん、10位おがちゃん、9位りこさん、8位ラウラウさん、7位くまくまちゃん、6位てるみん、5位りょうけんさん、4位ひろきさん、3位コンポタさん、2位しんちゃん、1位わきぴっぴ、ありがとうございます。みんな見てくれて。7月になったらあなたの番です、まとめてみます。お、見て見て、第2章もね7月から始まるから。めちゃめちゃ語りたいね、語ろうでも8月の握手会の頃にはもう最終回迎えてるのかな、まだか、ちょうど最終回前ぐらい。2クール、そう2クール、なんか今日はその第2章のポスターが解禁されたで LINE に載ってたそう、 Hulu でまとめだし、みんな Hulu 入るべきあの扉が面白い、扉の向こうが面白いのでね、ちょうどね面白くなって、考察ショールームマジ超したい、超したいけど、あんまりなんかそういう気づかないからさ、多分 YouTuber で YouTube で考察してる方のやつ見た方がいい。うんうん、そう、じゃあもう終わりだ、59分ということで、
3404人の方見てくれてありがとうございました。なぜかちっちゃいカバンをかけたまま配信してた。よかったらフォローお願いします。またね、おやすみなさい。ありがとうございました。楽しかったです。